富士宮市で江戸時代から300年以上続いているという火災除けの伝統行事、火伏せ念仏が行われました。富士宮市の白糸の滝に近い宇都野地区の火伏せ念仏は、市の無形民俗文化財に指定されている伝統行事です。火伏せ念仏は六斎衆と呼ばれる人たちが継承して毎年1月18日に行われ、会場となる民家に住民たちが集まって阿弥陀三尊の軸をかけ、火事を表しているという5色の紙を天井に飾り付けます。そして太鼓と鐘の音に合わせて特徴のある節回しで「南無阿弥陀仏」などと念仏を何度も唱えます。江戸時代の1684年、集落全体を焼く大火が発生したことから、二度と火災を起こさないようにと始まったとされ、300年以上続けられています。火事に見舞われないように、そんな意味をね、これからの人たちにも理解してもらって続けていくような形で、今の行事が続いております。県内では乾燥して強い風が吹く中、火災が増えていることもあり、地元の小学生や住民たちは火伏せ念仏を見守りながら火事を出さないという思いを新たにしていました。